ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、前回ご紹介したナチュラルキッチンさんの商品で、キャンプギアに使える商品第2弾ということでですね、ご紹介したいと思っております。もうサムネの方にね、画像を載せてますので、もうね、何をご紹介するか分かってると思うんですけれども、本日ご紹介するのはこちらのですね、ポケットストーブに関連して使える商品をね、ご紹介したいと思います。それではね、引っ張ってもしょうがないので、まずね、ご紹介する商品の方ね、出していきたいと思います。本日ご紹介する商品はこちらです。こちらがですね、もともとは、反対だった。ステンレスソープラックということで、100円の商品なんですけども、ジャンコードもね、これ載せておきますね。名前の通り、石鹸を置くね、まあ、棚というか、商品になってますが、このね、こういう状態で陳列されてたんですけど、この大きさを見た時に私ピンときたんですよ。あれに合いそうだな、ということで、そのあれっていうのが、このね、ポケットストーブなんですけど、早速ちょっといいですか、シンデレラフィットタイムいきますよ。いきますよ。じゃん。気持ちいいっていうぐらいぴったり収まるんですよ、これ。これが、この横幅もほぼぐらつきがないぐらい、専用で作られたかのようなこのシンデレラフィット感なんですけど、これができると、何ができるかというところなんですが、もうね、サムネに載っちゃってるんで分かってると思うんですけど、このポケットストーブって、この状態でね、ちょっと今ケトル蓋がないんですけど、こういう風に乗せると、大きいものは、この爪の部分に乗っかって、安定して乗せられるんですけど、小さいものっていうのが苦手なんですよ。こういう小さめのシェラカップとかだと、このね、内側部分に支える部分がないので、どうしても置けなかったり、ぐらついてしまったりという風になってしまうんですけど、その場合ね、このちょっと閉じて使うという手もあるんですが、私はね、なるべくこの全部開けた状態で個人的には使うようにしてるんですけれども、そうなってくると、ちょっとね、小さめのものを乗せたい時に、ごとくがないと、物が乗せられないというデメリットがあったんですが、こちらがですね、ちょうど先ほど見ていただいた通り、きますよ。こんな感じでぴったり収まって、この横なんかはもう全くぐらつかず、そしてこのサイドに関しても、この爪に対してここの部分が引っかかりがあるので、ずれたとしても、ごく一部のズレになってます。ただ結構ね、この辺の溝なんかに少し引っかかったりしてるので、結構力を入れないとズレないです。でもズレたとしても、本当にこの分のズレしかズレないので、かなりね、優秀なごとくになってくれます。これをつけていると、先ほどグラグラになってしまった、この小さいシェラカップなんかもしっかりとね、この上に乗せることができるようになりますんで、これはね、かなりの神ギアになるんじゃないかなと思ってます。しかも、今までね、いろんなものをですね、こう、ニッパーとかで切って、加工して使うっていうような感じでご紹介している方はね、たくさんいらっしゃったと思うんですけれども、今日ご紹介するこちらに関しては、無加工でいけますので、私みたいに DIY がですね、苦手な方でも、どなたでも簡単に、真似していただきます。乗せるだけですから。ただ、一個だけですね、やっていただきたいのが、もともとね、この石鹸を置くためなので、水場に置くために、ここがゴムというかシリコンというかのものがついてますんで、これだけ引っ張れば取れますんで、これはね、取ってあげてください。これついてる状態で火にかけてしまうと、熱が伝わってね、溶けてしまうことがあると思いますんで、これはね、簡単に外せますので、外していただいて、このように使っていただければなと思います。
ちょっとこのタグ外しちゃいますね。はい、でこのね足は外したとしてこんな状態になりますので、このようにかぶせてあげるだけで簡単に五徳になります。で中にですね固形燃料を入れてあげるって乗せてみるとこんな感じのイメージになりますので、しっかりとこの五徳までの高さも確保できてますので、この状態でねしっかりと使っていただけるんじゃないかなと思います。ちなみに今乗せていたのが私、よいしょ、ミリキャンプさんのポケットストーブなんですが、もう一つ私が持っているこちらはですね100円ショップさんで売られている300円のポケットストーブなんですが、こちらにも問題なくかぶせることができます。そして展開した状態で同じように五徳として、こちらもねほぼガタつきなく使っていただけますので、どちらでも使用可能です。あとはですねこちら収納する時もこの状態にかぶせてあげて、ポケットストーブ用のねこういう入れ物、こういったものに一緒にしまうことができますので、ほぼ元々のポケットストーブと同じサイズで持ち運ぶこともできますので、そういった意味でもですね荷物が多くなったりせずに便利に使えるギアなんじゃないかなと思います。でもしですね、私はもうこのままでいいかなと思ってるんですけれども、こちらの見てください、ちょっとだけこう収納するときにもここが少し出っ張ってしまうんですよ。さっきこのゴムの足がついてた部分ですね、ここをもしね邪魔だなっていう方で、 DIY っていうほどのことじゃないかもしれないんですけども、工具とかお持ちの方だったらここから下だけチョキンとね切ってあげるのもいいかもしれないです。そうするとこの実際に装着した状況でもここから下って正直いらないので、ここはね切ってしまうとこの収納する時のねここがやっぱ出ちゃうんですよ。ここがなければこのポケットストーブよりも下に行かないので、収納サイズも少しね小さくなりますんで、もしね邪魔だって方は切ってあげるのも一つ手じゃないかなと思います。あとはですねこちらもう一つ、この五徳として使わない時にもう一個使えるんですよ、キャンプ場で。というのがちょっとね足を切ってしまうとどうかなという部分もなきにしもあらずなんですけれども、この状態でもう今五徳として使いませんと言った場合に、鍋敷っていうんですかねとして使えます。先ほどお話しした例えばここに今お湯が入ってますとか、何か調理後のクッカーでもいいと思うんですけど、ちょっと置いときたいとかっていう時に、そのまま直接ね熱いから置けないよっていうような場合に、これをですね鍋敷代わりにこう置いてあげれば、地面ないしはテーブルとかを直接ね焦がしちゃったりとかしないで上にね物が乗せられますんで、こういった用途で 2way で使えると思いますので、五徳として使うときは五徳として使って、使わないときは鍋敷というような感じで使ってあげてもねいいんじゃないかなと思います。ちなみに今回ねご紹介した五徳なんですけれども、以前私ですねどなたかの動画でこちらダイソーさんのこれねトイレットペーパーをこう上にね置いておくっていう商品なんですけども、ちょっとタグを捨ててしまったので正式な商品名わかんなくなっちゃったんですけど、これをね五徳として確かこんな感じだったかな、使ってる方がいたんですよ。で私もあいいじゃんと思って買ってはいたんですけど、これがですねどうもこう不安定で、こうなんていうんですか、こっちも不安定なんですよ。ちょっとずれちゃうとガタってなってしまうので、ちょっと危ないなと思って皆さんにねご紹介してなかったんですよ。でもっといいのないかなって探してたら、今日ねこれを見つけてしまったので、断然こっちの方がかなりのシンデレラフィット感でぐらつきもないですし、これでしたら何かね乗せていて、この五徳がずれてしまうことによって上に乗っけてるクッカーが落ちてしまうとかっていうことは
ほぼねないんじゃないかなと思います。こっちだとねやっぱね物乗せてる時にこうずれちゃったりすると危ないんですよね。っていうのもあってこれはね正直使ってなかったんですけど、かなりね使えると思いますんで、今後こういう状態でね持ち運んでね使っていきたいと思います。それでは本日はですね、ナチュラルキッチンさんのこちらのステンレスソープラックがなんとポケットストーブのごとくにですねシンデレラフィットとバッチリ無加工で使えますよというご紹介の動画でした。お値段も110円、しかも無加工で使えますので、これはですね皆さんにぜひおすすめしたい一品になりました。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。